最近だとやっぱハールート、マールートの方があれですかね、サタンよりは当然フィニッシュ力はないんですけど、もしかしたらサタンもちょっと少なくなるかもしれないですね。さて、初手ベルグレーで。ゆうなぎさん、戦友バトル、バトルコインまで取ろうとすると、結構必要なんですか、バトル数。なるほど。ちょっと罠置かれる前に、ツイッターだけ発動させとくか。で、今回は激怒泣きましたね。早々に。のりたまさん、こんばんはです。いつもありがとうございます。神谷さん、初夢のかけらでジークかサタン迷ってるんですけど、難しいですね。僕だったらサタンにしますかね。それからさっきあれか、言ってたの、ゆうなぎさんが、おっしゃってたやつか。いや、どこでこれ液ドナ使おうかな。コンボスキルも使いたいですよね、できれば。じゃ、ちょっとよ、いや、こっちでいいかな。あ、確かにそうですね。ジークは神タンでしか使えないですもんね。サタンはワンチャン、マタンじゃなくてもいけるんで。この、リーダーのキャラクターは、ほのかっていう名前です。キャラクターっすね。で、ここで、いや、種類先に揃えるか。次、エキドナ打ちましょうか。エキドナのコンボスキル使える可能性あるんで。あ、ヨーヨーさん、こんばんはです。いつもアナウンス。あ、やべ。ロック打たれたか。ここでエキドナ使おうと思った矢先に、ロックが入ってしまった。まあ、リーダーは早々釣られはしないんですけど、月か。うわ、ここ本当にエキドナ打ちたかったな。全種類揃うんで。武田さんは、ここのコメ欄の人はみんな好きはずなんです。そしたら、オフィンフィンスタンプを謎に打っていく。さあ、今のところ自分が HP では優勢ではありますが、相手はね、アポロンっていう絶対的フィニッシャーがいますからね。そして、イシュケで回復されまして、地味に吸収も入りまして、毒も食らっていくスタイル。いや、これ、エキドナ X とかどう？あ、アルメンダリス来たか。じゃあ、アルメン打つか？いや、ツイッターか。これ、むずいな。いや、でも、正直、エキドナ打っちゃっていいかな。うわ、むずい、これ。待って。エキドナ X でいいかな。いや、これ、月とかね、炎のダメージでも、これ、1500安定して出せるのいいっすよね。これ、差がないのがいいんだよな。これ、最低保証がね、1500の3回なんで、4500も通常の S ゴマレベルですからね。ただし、相手に、こいつ打たれてしまう、トゥールラ。待てよ、これ。次、アポロンで死ぬな。いや、死にはしないか。回復入ればワンチャンかな。いいですね。これ最高の色づき方では。ただ、飛ばせるかどうかは別だな。まあ、さすがにアルメンダリスは打ちましょうか。これで多分アポロン圏内から抜けたとは思うんですけど、ただ次あれっすね。最低でもトモル君引かないと無理か。8400か。トモル引いて3600。まあ、炎がついて3000。あ、飛ぶか、それ。多分飛ばないよな。いや、飛ばないけど、あ、そうか、また1000回復入るのか。いや、待って、これ。いや、待って、これいけるんじゃないの、これ。無理か。9000、4400。待って、これ勝てそうなんだけど。9000、いけるんじゃない、これ。無理かな。ついに、テンプレアポロンデッキに勝ちました、アズマス。戦撃がテンプラボロンデッキに勝つ日が来たか。めちゃくちゃ S 引きましたけど。ありがとうございます。マジか。ついにここまで来たか。する手段を持ってるっていう意味においては。松本さん、アナリティクスには、変化ない、ないっすか？アナリティクスには結構反映はされてますよ。随時。サムさん、登録は義務。そこまではいかないですけどね。でもね、皆さんいつもありがとうございます。黒さん、こんばんは。エキドナめちゃくちゃ強いです。戦撃デッキでは。ゆうなさん、3、あと3400人で記念赤スパチですか？赤スパチですか？まさかの展開へ。まあ、エキドナいた方がよくはありますけど、まあ、必須かって言われるとどうですかね。まあ、でもいた方がいいですね。
必須とまではいかないですけど。ゆうなぎさん、ナイスコメントありがとうございます。タカさんも、ナイバとスタンプありがとうございます。シャチさんも、ナイバとコメントありがとうございます。DM さん、なるほど。課金するかどうか迷っていると。課金は、まあ、するかしないかね。本人次第ですからね。武田さんも、ナイバとスタンプありがとうございます。テバスさん、そして、正規マス、ハチさんも、ナイバとスタンプありがとうございます。コトさん、ナイバとコメントありがとうございます。戦撃ね、結構来てますよね。課長風月、めちゃくちゃ面白いですよ。今使ってますけど。ですね、アルメンダイス引けたらよかったですね。これで種類揃えちゃいましょうか。瀬名さんも、ナイバタさんもあります。テバさん、エンデが、まあ、甘えたのかどうかはわかんないですけど、まあ、冷静な手ではありましたよね。ちょっと代償も受けたくなかったのかな、相手としては。逆にね、今、戦撃そこまで強いっていう認識はないんで、今みたいに、ちょっと舐めてくれるっていう可能性もね、今はありますけど、結構ね、強いデッキになっちゃうと、そういうこともなくなっちゃうんで。精一杯応援するよ。これ、ユール B の2に打ちてえな。ただ、B の2のユール強すぎるんで、相手が無理やり取ってくるっていうタクも全然ありますからね。そろそろ罠来るかな。あ、ABC さん、こんばんはです。さすがか、さすがコメントありがとうございます。朝の了解です。おやすみなさいです。神谷さん、10日ヒプノスリーダー、あ、了解です。じゃあ、これ終わったら行きましょうか。ゆなぎさん、戦撃 S の、青髪の、なんですか、それ。ライカですか。青髪のエロ、んエロアニメのキャラ、なんですか、なんだエロアニメのキャラって。じゃ、これはユール行くか。結局あれが回復になっちゃったか。まあでも、このユールの回復も2000回復って結局あれですからね。弁財天とか、フリジアと一緒なんで。まあ、そして、藤倉さん、こんばんはです。さっきの試合、あずませ。今、さっきね、奇跡的に勝てましたわ。藤倉さんは8個目ですね、あずませ。いちさんもこんばんはです。あ、好きな食べながら見てるんですね、了解です。ゆっくり見ていってください。さあ、相手は、アンチヒーリングか。これは草が使えなくなっちゃいましたね。相手結構それ、あれだけどな。勇気のいる手ですけどね。オッケー、ついてきた。これはめちゃくちゃ軽く出ますよ。コンボスキル何でしたっけ？あ、これは一緒か。コンボスキルは。これ、サタンって死ぬか。でも、エキドナで、軽く出しましょうか、一気に。これ結構軽く出ます。1万は余裕で超えるかな？あ、オッケー。まあ、余裕ではなかったけど、超えましたね。で、エキドナ取ってもコンボスキルユールありますし、ユール取ってもエキドナ残るんで、これサタン死ぬのか？まあ、死にはしないですよね。で、トモル君でフィニッシュかな？吸収入りますけど。オッケー。あ、トモル君撃とうと思いましたけど、ちょっと S ゴマ来たら S ゴマ撃ちましょうか。さあ、ちょっと S 連打になりましたけど、飛ばしていく。ゆうなぎさん、そう、確か赤カスパは1万以上だった気がしますね。